あ、皆さんこんにちは。いやー、皆さん、2021年はいかがお過ごしでしたか？いや、僕は、何かやってたようで何もしてなかったような、何もしてなかったようで何かしてたような、そんな一年でした。今年も、たくさん取れたての情報をいっぱい出していきたいと思います。皆さん楽しみにしていてください。まず早速今年最初に手に入れた情報をお届けしていきたいと思います。1986年、アリゾナ州立大学に通うピーター・マルクが暗闇の中を自転車で家に帰ってたんです。すると森の中から何やら怪しげな鳴き声が聞こえてきたんです。ピーターは森の中にゆっくりと入っていきました。怖いですよね。いや、僕だったら森の中から聞いたこともないような鳴き声聞こえてきたら、もうそのまま自転車で逃げちゃう。僕の自転車高いからとても速い。そしてピーターは森の中に行くと、ある段ボールの中に何やら小さな生き物が入っていたんです。段ボールに入る生き物って皆さん想像つきます？僕は分かんないですね。ピーターは恐る恐る中を覗いてみると、そこには見たこともない生き物がいたんです。その名も子犬なんです。子犬はとても小さくて手のひらに乗るぐらいのサイズ感でした。皆さん子犬って知ってましたか？結構見たことある人も多いみたいなんですが、僕は見たことなかったんです。で、今回この話を調べた上で、子犬ってどんなものかってのを見たんですが、すごい可愛い。あんなのが家にいたら食べちゃいたくなっちゃう。なっちゃって子犬を捕まえたピーターは家に持って帰ってすくすくと育てたそうなんです。怖いですよね。そんな謎の生き物を家に持って帰るって怖いですよね。そして子犬は、すくすく育ち、最終的にピーターよりも大きなサイズ感になって、とんでもなく大きな犬になったそうなんです。大きい犬って結構僕も見たことなかったんですけど、調べて見てみたら、なんかすごく家族って感じで、子犬はペット、大きいのは家族って感じで、すごく僕は大きい方が好きだったかもしれない、という情報が入りました。他にも今年はたくさんの情報が入ってきてます。1869年、あるカップルが車に乗って山奥に行ったそうなんです。すると二人は山頂に着いた頃に外に出てみました。その時二人が上を見上げて見つけてしまったもの、それが星空なんです。怖いですよね。怖いですよね。皆さん想像できます？山の上に車で行って、上を見上げたら星空が広がってるって、この世のものとは思えないですよね。するとその彼氏の方がこう言ったそうなんです。流れ星流れるかな。彼女は驚いてこう言いました。流れるって流れるの見える場所なんここって。すると彼氏は、いや流れる時は流れるでしょう、
彼女はとっさにこう言いました。流れるといいねと会話をしているうちに流れ星が流れたんです。その瞬間に彼女は驚きました。彼氏が急にこの人と幸せになりますように、この人と幸せになりますように、この人と幸せになりますように、早口で謎の呪文を唱え出したんです。彼女は尻餅をつきました。すると彼氏の表情は一変しました。彼氏はポケットからあるものを取り出してこう言ったんです。結婚してくださいってね。怖いですよね。急に表情が変わって結婚してくださいってそんなん言われたらびっくりして、それは彼女も尻もついちゃう。もう俺でも多分ついちゃう。そしてそのカップルは、山を降り幸せに暮らしていったとか暮らしていかなかったとか、その二人が今どうなっているのか、この情報が明らかになっていない。ただそれが発覚したのが、ある男がその二人の行方を知っていたんです。その名もジョン・タイター。2036年からタイムトラベルして、現代に来たと言われるジョン・タイターがその二人の行方を知っていました。今も幸せに暮らしてるそうです。よかったですよね。やっぱり多分みんな心配してたんで、なんかひっそりと田舎で暮らしてたそうなんです。よかったですよね。今回はなんともう一つ特別に最新の情報を手に入れたので、そちらを紹介して終わりたいと思います。2019年、ある男が森の中に入っていった時に謎の生物に噛まれたそうなんです。その男はまあ大丈夫だろうと思って森の奥にぐいぐいと進んでいきました。するとさっき噛まれた場所がだんだん膨れ上がってきて、徐々に赤くなってきて、凄まじい痒さに襲われたんです。そう、その生物が蚊です。皆さんは蚊をご存知でしたか？僕は知らなかったんですけど、とってもちっちゃくて細くてなんか黒くて、あまり目では確認できないですよね。僕は蚊に刺されたことないんですけど、刺されたらとても痒いらしくて、なんだかこの世のものとは思えない痒さに襲われるんだそうです。蚊の有名なFacebook の創設者マーク・ザッカーバーグも蚊に刺されたことがあるそうで、彼はこう、SNS でつぶやいていました。いや、めっちゃ痒いんやけど、蚊めっちゃいるこの部屋。その2階にも蚊は入ってくんだってね。そしてその蚊に刺された後は一体どのように処理をしたらいいのか、それを私はアメリカの研究所に行って調べたところ、そこの研究員がこう言いました。無皮塗っときゃいい、もしくは金管塗っときゃいいってね。無皮も金管も僕は知らなかったんですけど、よく CM でやってるみたいで、夏といえば、確実に流れる CM だそうなんです。僕もいつか CM 出れるかななんちゃって。というわけで今年はまあ最初から3つも特別な情報をお届けしました。今年は頑張っていこうと思います。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。なんか来た。うわジェラードンチャンネルだ。押し通る。なんだあいつ。